今日はもう皆さんにね、本当にもう勘弁してほしい。もう本当に僕は、もう迷惑してます。すごく。もう12時過ぎになりますかね。僕の住んでいるマンションの管理人から、管理人というか管理会社から連絡来まして、本当ですね、加藤純一が殺害予告をされているので、ちょっと何とかしてくださいっていう通報が入ったんですけどっていうふうに、電話が来まして、あのね、このままじゃ俺本当に追い出されちゃうから、マジでレジディア。本当にね、レジディア追い出されちゃうから、もうやめてくんない？あ。ごめんなさい、突然。あ、聞こえる？ごめん、ちょっとめんどくさいから、コメで今。あ、聞こえる？じゃあなんかさ、さっきのさ、枠見てた人だったらわかると思うんだけど、なんか、伊藤忠から電話来たって言ったじゃん。伊藤忠から電話来たって言ったじゃん。でね、また来て、その犯人っていうかさ、やったやつの名前が高田健二なんだけど、それは本当なの？俺思わず枠取っちゃったんだけど。マジなのそれ？本当なの？嘘でしょ？ネタでしょ？だって。ネタでしょ？だってコメントでそんなことなかったじゃん。ネタじゃないの？ネタでしょ？じゃあ、あれさ、これマジで聞きたいんだけどさ、これ真面目にね。真面目に聞きたいんだけどさ、ネタでしょ？で、名前が出るっておかしくない？違う、だから、俺の視聴者がそうやってやったのか、マジなのかわかんなくてさ、やだ、本人出ましたくない。違う、なんか、放送で言ったみたいな、で、俺今日のコミュニティの掲示板バーって見たら、なんかそういうなんか、書き込みがあったから、それに対してみんなが反応して、通報したってこと？いや、本当のこと教えて。電話来た時笑ったよ。いや、ちょっと分かりました。ちょっと友達に確認しますって。嘘でしょ、それは。いや、だって、いや、笑うだろ、それは。それは笑うだろ。ちょっと今、知り合いに確認してみますって。いや、経緯はなんかもう話すのめんどくさい。じゃあなんかね。変な俺に出せる脅迫をしてる人がいるっていうのを俺の管理会社に通報が4件ぐらい入ったっつって、でなんか、昼間電話来ていたずらです、いたずらですって言って、それが俺がみんなに注意喚起したの。でもうそうやってやめてって言ったらまた電話かかってきて。また電話かかってきて、今さっき。俺風呂入ろうと思ってたら。ライフの夏にナイフで殺すって言った。いや、それさ、本当のこと教えて。来年の夏に俺をナイフで殺すって言ってたら、それ殺害予告だけどさ、本当なの？俺そこ、ここでしか真意を確かめられない。タイムシフト見してよ。タイムシフト。タイムシフト見してよ。それだったら殺害予告だけど、そんなこと言ってないでしょ。タイムシフト見して。タイムシフト貼って URL。ようやくしたらそんなの、お前らか、屈折してんだろ。なんで来年の夏なんだ。最悪自滅してもいいからみたいに言ってか。どういうこと？爆弾持ってくるってこと？ジハードなの？ジハードだったら俺もさすがに警察に言うけど、冗談だったら受け流す。ジハードなの？それは。爆弾ってこと？ジハードの？じゃ、ほんとのことですね。え、気狂っちゃったの？じゃ、気狂っちゃってたらやばいじゃん。気狂っちゃってたら。冗談で言ったんだったら冗談で流せるけど、気狂ってたらガチじゃん。だってそれ。ハイジャックじゃん、ハイジャック。
ちょっとじゃ、録画見せてよ、俺に。録画マジで見せてよ。ジハードだったらそれはさすがにやべえけどよ。朝の光相手してる場合じゃねえだろ、それ。見える?俺の知らないところでそんなことが行われてたなんて、そんな面白いことが行われてたなんて、行くよ、じゃあ。どこだよ、何分だよ。なんかやべえやつになってんの?あ、上がった、YouTube に上がった。いや、じゃもうガチで、これさ、ネタだよって、本気なわけじゃないでしょ、明らかに。2時間もあんのか、聞けねえ、これのどこだよ。2時間のどこ?俺いつも鍵かけるんだけど、ガチャって、今日鍵かけたもん俺だって、やべえと思って。俺鍵かけたんだぞ!普段さ、いつもゴロちゃんとか来た時にさ、入ってこれるように鍵かけてねえのに。俺鍵かけたんだぞ、俺が。これ、言ってたら、俺本当に怖いんだけど、ちょっと、みんな一緒に聞いて、俺なんか言ってたらちょっと怖えよ、さすがに。ガチじゃんだって、そしたら。行くよ。ただ単に。ムカつくけど怖えじゃん。だからすげえ切れてるし。ここ?怖えじゃん。怖えじゃん。怖いじゃん。いや、おめえの方が怖えよ。おい、怖えじゃん。おめえの方が怖えよ。れちゃもっとおいみたいな。怖えじゃねえか。こっちのせいだ、怖えのよ。お前、サイコパスになってんじゃねえかよ、いつの間にか。え、普通に加藤純一が怖えじゃん。おめえが怖えよ。おめえだよ、怖えの。なんか、やばくないか?怖えじゃん。なんか久々に声聞いたわ。怖えよ、普通に。珍しく取り乱してるわ、本当に。ちょっと待って。悪い悪い。すまんすまん。普通に取り乱してたわ。今画面真っ暗だったっていうか、キャプチャーできてなかったでしょ。マジでまだやれ、まだ犯行に及ぶ前だったら泣かせるぞ。絶対に1年後、俺はもうずっと考えてるんだ。1年後の夏、一年後のやつ何?絶対に許さねえから。おい、ちょっと待ってくれよ。ガチじゃんだって。いや、エモンが付きまとうかなんだろうが。やだやだ、俺がやだ。マジじゃん。本当に許せない、マジで。俺もう自爆してもいいから。俺このさ、放送の中から消えてもいいから、もう。はじけど絶対に。ちょっと、なんでいきなり、なんか、こういう風になっちゃったの?
もうそういう、もう行くとこまで行く系の金牌みたいなちょっとあの。生放送の中から消え去ってもいいから。殺人とかやるかんな。あー、よかったよかったよかったそれさ、もうそれ、犯罪に手染めたら終わりだ。なんだ、超ビビった、マジでビビったマジでビビった、本当にびっくりした。それで、なんかあいつの視聴者が通報してってことか。普通にビビったよ。俺マジでビビったよ。気狂っちゃったのかと思って。みんなごめん、ちょっともう一回だけ俺に付き合ってくれ。